こんにちは。いつもご視聴どうもありがとうございます。先日あげていたこのレインボーペン、 YouTube 見たよ言うてくださって、それでそれは嬉しかったんですけど、こうやっていつも3月が紫にして、で4月をブルーのこのクマちゃんのペンで描いていたんです。そしたらだんだん色が出なくなってきて、でこう、ああもう色が出なくなってきたって言って、やっぱり質の悪い、まあ、安いペンではあったので、やっぱり文房具品は一流買わなあかんわ言ってお客さんと話していたんですね。で結局残念ながらまた最近はポイント、ピョンチャンカードの、この話はピョンチャンカードの話なんですけど、ピョンチャンカードのお買い上げ200円ごとに、1ポイントを数字で今書いているんですが、それをずっとマジックで書いていたのをこのレインボーペンに変えていた話なんですけれども、もう青のねペンが出なくなってきて、もうショックだな、可愛いの買ったのになと思っていたんです。そしたら気がついたんですけど、よくよく見るともう色が全部終わってたんです。これ分かっていただけますか？これね、色がまだ青が出そうなんですけど、実はこれプラスチックなんですね。なんで気がついたかっていうと、次のペン見てみたらね、ちゃんとこんな風になってたんです。このなんか5ミリ、5、6ミリ飛び出てるところだけが欠けて、これ全部使い切ったらこんな風に短くなるんです。ということは4月から私一生懸命これでお買い上げ書いてたら、6ミリぐらいのペンのところがもう全部削れてなくなってて、まだあると思ってたプラスチックだったんです。で縦にこう書いてみたら、こんな風に色がまだ出たんです。ちょっとだけこの中に残っているの で今撮影は4月の終わりなんですけど、2回目のメルマが配信したところなんですけれども、5月になったら今度また薄い水色のクマちゃんペンも描こうかなと思っています。一応月替わりでやっぱり描いていこうかなと思って、これ可愛いので、また5月入ったら色付きのペンでお買い上げポイント書いていきます。ぜひまた皆さん、この YouTube も見たよって、レインボーペンの続きの YouTube 見たよって言ってもらえたら嬉しいです。いいねも押してもらったら今5ポイントプレゼント差し上げております。ご視聴いつもありがとうございます。それではまたぜひご来店もお待ちしています。ありがとうございました。